どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはキッズと盛り上がれる曲いきます。ドーン、アロハエコモマイ。こちらの曲、あのリロ&スティッチでこう流れまくる、あのかっこよくてこのハワイアンっぽいんだけど、こうちょっとヒップホップの感じもあったりとか、そのめちゃくちゃ乗れるかっこいい曲なんですよ。この曲をこのちっちゃいウクレレ1本でどれだけこう表現できるかっていうのがこの今回のテーマでございます。最高に盛り上がりますよ。これはもちろんこの曲ガズレレで過去に1回取り上げています。2017年なんで、もう今からもう4年とか5年前になりますね。ちょっと分かりづらくて説明も不足してるんで、今回2021年バージョンでさらに分かりやすくかっこよくさらに簡単にしてお届けしようと思います。やりましょう。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。はい、こっちはね、いい感じですよ。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはね、リズムがかっこいいんですよ。ものすごくこう、なんつうの、グルービー、ものすごく腰に来る感じで、これね、このウクレレでこのリズムをね、どうやって表現しようか考えました。はい、かっこいいバージョンを見てくださいね。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったなと思ってんだけど、なかなかチャンスがなくて今までやったことないんですという方とか、私楽器にチャレンジしたんですけどもう全然難しくてできませんでしたみたいな方がですね、このちっちゃいウクレレだったらもうあっという間にコードを弾いて歌う弾き語りができるんですよ。それをね、超イージーに、英語が出た、超簡単にできるようにしているプログラムを作ってるのがこのガズレレでございます。このガズレレのプログラムに沿ってやってですね、今もう全世界中の方が何十万人ももうウクレレでガズレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできるから始めてください。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でも本当にあっという間にできますから、これ YouTube 動画ですからね、もちろん無料ですからね、今すぐ音楽始めましょう。ここからです。皆さん、いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでにですね、もう1600曲以上もうアップロードされております。皆さんもうモリモリやってください。ちなみにアニメソングとかキッズと歌えるような曲まとめてるページがあります。ここにちょっと貼っとくんで、アニメソングとかちょっとご覧になってください。それでは早速やってまいりましょう。リロ&スティッチのあの曲、アロハエコモマイ、ガズレレでシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。Together, one, two, three, four. Yeah, I love goodbye love. No money, here, oh, Hana. You're all close, I told you. I know I come mine. 寂しくて落ち込んで元気でない時、どんなに心細くても隠れなくていい。一緒にイライラ、ゴバイラ、もう招きにお花、ようこそいとこたち、あのワイコもまい、バカバカ、イライラ、ゴバイラ、もう招きにお花、ようこそいとこたち、あのワイコもまい。愛が君を包んでる、まるでパラダイス。大きな翼を広げ飛び出せ、心の歌が聞こえてくる。アロハ、アロハ、お口を見つけよう。みんな一緒にイライラ、グバイラ、ノーマニーにお花、ようこそいとこたち。
たち、アロハエコモンマイ、アロハエコモンマイ、たけばアロハエコモンマイ、バイ、イエーイ、せーの、アロハエコモマイ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。なんとも言えないこの南国感っていうんでしょうかね、あとそれずつグルーヴ感もありつつ、4つ弾きでもその雰囲気結構出ると思うんですよね。でしかもこのイライラおかわいいライところハワイ語っぽい感じがなんかこうさらにね気分をこうかき立ててくれますよね。これ楽しい曲です。ちょっと歌い回しがね洋楽っぽいんでね、A メロとかちょっと難しくてコツがいるんですけど、もういっぱい聴いてるでしょうからね、結構歌えるんじゃないかな。皆さん思いっきりやっていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで1番と2番、やっております。でもう最後やったんですけど、本来はもうちょっとね長いバージョンがあって繰り返すんですけど、もし全部やってみたいなという方、コード進行全く一緒ですから、コードを書き足して、次のこのパートのところ歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を完成してプレイしていただくのも楽しいと思いますけれども、ひとまずはですね今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube に合わせて、演奏してみてください。歌詞とコード出てますからね、何回も合わせているうちに、そのガズのね今のシンプル簡単バージョンと合わせられるようになると思います。まずそこを目指していきましょう。で、ちょっと練習してもらって一緒に合わせられるようになった方おめでとうございます。ここまで来るだけでもこの曲は結構ね結構やりがいあると思います。難しいっていうかね、歌のね言葉のタイミングとかありますからね。はい、おめでとうございます。次のステップにどんどん行きましょう。そういう方は次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに皆さんお一人だけで、自分一人だけで歌ってコードを押さえてリズムを生み出す、つまり音楽を一人っきりで生み出す、これをやってもらいたいんですよね。で最初のうちは覚えてないでしょうから、やっぱり楽譜を見てですね、楽譜の何回も対話しながら練習して、いずれはこれ覚えちゃって、それこそハワイの空の下でガーッとこう歌うとか、そういうのやっていただきたいと思うんですけど、まずは楽譜練習はいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんでしょうって話になりそうですけど、安心してください。今ね、ガズはですね、見て、このノート。ガズが今自分で手書きしたこのノートを見ながら今演奏しました。はい。もうちょっとしたら、このカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということをシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のアロハエコモマイを含む、ガズが今まで書きまくってきた手書きのノート楽譜が、ものすごい膨大なストックあります。この中から毎月5曲、皆さん面白そうだな、挑戦してみたいなと思う曲をお手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていける。もちろんこれ全部 YouTube と連動してますからね、すぐにねこれお手元に届いて練習に入っていけるという、それ画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるとここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。アロハエコモマイ。2021年改訂版ですよ。はい。スティッチですね、これね。はい、ここ、見て。ザケバババー。これがもうやっぱたまんないやつ。これを一言言って、曲が始まります。はい。
で、このポイントは見て、ワンブロック4つコードが入ってくるところがありますよということなんですけど、これ結構簡単ですからね、1、2、3、4って弾くわけでございますね。はい、こんな感じになっております。これかっこいいバージョンもコード進行はずっと一緒なんですけど、ちょっとね、かっこいいバージョンはリズムが結構奥が深いんで後で解説していきますけど、今こんな感じで映しておきましょう。1番までこんな感じ、これね、こんな風に大きく映しておくんで、ちょっと一時停止してメモとかノートに書き出してください。あとそれか、デモ演奏中のテロップを一時停止して書いてもらうのもいいし、先ほど紹介させてもらったガスクラブで、このノートのスキャンデータそのものをお手元にダウンロードしていくのも、いただくのも有効活用で素晴らしいと思います。はい。この点でね、ガスはいつもリズム測ってますよ、ここ。はい。寂しくて、ここ、点あるでしょ。寂しくて、落ち込んで、元気出ない時、このリズムはこの点で測る。これがガズノートの特徴でございます。はい、じゃあ一時停止で書いていってください。ここなんかいろいろ書いてある。ちょっとね、これから解説するね。はい、で1番が終わったらですね、あ、ここ見て、ダー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 、これかっこいいバージョンでここでちょっとキメを入れますね。はい、そしてここサビに来るんですけど、サビ、はい、ここイライラ、ここまで一緒なんですけど、ここを見て、合いの手というか掛け声が入るんですよね。で、これ掛ける2って書いてあるんですけど、それぞれ、真ん中の途中で合いの手があります。はい。2番目に、これ、1回目はこれですからね。1回目はこのサビ。2回目に出てきた時は、ここ、マカマカーつって。で、またこう2番やって、今度また3回目に戻ってくるんですけど、その後、ここ、息ババーつって言うんですよ、これ。この、ここの掛け声結構ポイントになりますね。これもちょっと確認してたら、これ掛ける2ですからね、ここはね、サビはね。はい、そして終わったら、今度またここ2番に入っていきます。はい、ここもコード進行してるんですけど、歌い回しというかね、ここがほぼラップというかね、なんて言うんだろうな、こういうの、すごくこう、ブラックミュージックっぽい感じっていうか、ちょっとレゲエっぽくもあったり、かっこいいんですよ、とにかくこの歌のタイミングとか言葉の入り方がね。はい、この辺がかっこいいとこです。で、コード進行は1番と一緒です。で、ここも同じだった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 っつって、サビ行きますね。サビかける2。で、またここサビ戻ってきて、また2番が終わった後は、ここ、イギババになりますね。で、ここ2回目のサ、3回目のサビが終わった後に、最後、ここ、エンディングですね。アロハイコも前、アロハイコも最後繰り返して、ここ、ラストです。はい。こういう風になってます。こういう構成ですね。ちょっと一応確認すると、最初1回目のサビやって、1番やるでしょ。したら、2回目のサビは、ここ2回繰り返するうちの真ん中で、はい、ここ、マカマカ。はい、掛け声入れます。で、そのまま2番に移ってきて、2番をやり終わったらまたサビに戻ります。で、これ3回目のサビ2回繰り返して、その真ん中で、イーキパパやって、3回目のサビが終わったら、ラスト、ここに来ます。はい。アロハやコモまで連続して、で、終わって最後、バーイ終わります。こんなのが、ガズレレオリジナルショートカットバージョン。はい。嬉しいことに、入門コード4つですよ、皆さん。C と Am と F と G7。これはもうね、ウクレレ始めた人が、その日に習う入門コード4つ。嬉しい。これでどんどん音楽始めていきましょう。はい、ちょっと今日さっと確認しましょう。ここに貼っときます。はい、 C は一番下の3番目って覚えます。はい、その次 Am は一番上の2つ目って覚えます。もう一個の覚え方、 C は下1本、下1本でしょ。 Am は上1本、すごい原始人的な覚え方。じゃあ次 F です。 F はこことここですね。こういう風に押さえます。これ指立ててください。寝かしちゃダメよ。はい、これは、ここから見ると斜めのイメージ。斜めって覚えておくといいですね。で、G7 は、こことこことここの三角形。これが一番難しいかな、今日は。はい。これはですね、F から見ると面白いんですけど、見て。くるっとこう回転させると押さえやすいです。くるっと。はい。こことここと、これ。これはね、G7 の覚え方。三角形です。はい。このコードはもう、ウクレレ始めた人がそのまま、覚える、その日に覚えるコードですからね。はい、さっきの初心者レッスン講座で、まず取り上げてるコードです。はい。今日はここで、4つのコードでこの曲できたぞというお祝いをしましょう。本当に。これまずゆっくりやっていただければね、まず演奏は簡単にできると思います。まあ問題は歌ですけどね。これからかっこいいバージョンの解説が入っていきますけど、やっぱこの辺でね、4つ弾きで歌はしっかり、把握しておきましょう。これ、このね、歌でね、結局リズムを出さなきゃいけないんで、寂しくて落ち込んで、元気出ない時、どんなに心細くても、このね、このなんていうか独特のね、ノリ、後ノリですね。これの歌う方かっこいいんですけどね、まぁ、ちょっと聞き込んで練習してみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはもちろん出てくるコード全く一緒。ということは何が違うかというと、弾き方ですね。今日はね、かっこいいバージョンもうズバリ最初に言っちゃう。難しいです。今日はね、ちょっとこだわった。今日出てくるリズムご紹介します。ドーン！ 16 ビートのチャト、カッティング。
これでいこうと思います。この2つの弾き方、一応最初にね、レッスン動画シェアしておきましょう。ここちょっと行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティングの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされていますので、まずその動画をじっくりも長くほど見ていただいて、自分のものにしてからまたちょっとここに来てもらいたいんですけど、まずこの基本的な16ビートのチャっていうのだけでも難しいですよ。ちょっとやってみると、ドン、タクツ、タスタス、16ビートのシャっていうんですけど、今日のこの曲みたいな場合はちょっとね、跳ねてるリズムシャッフルなんですよね。ドンツタクツタスタスタクツダンツタクツ、こんな風な跳ねてる感じ。そこに来て今度はカッティング、これが出てきます。カッティングっていうのをちょっと見ててもらうと、 C を今弾きました。で、左手で今押さえて音が止まったでしょ。はい、これ触れてるんですよ、左手で。はい、これカットしてるから、カットで、これ触ってるんで、押さえすぎちゃうとこういう風に音が出ちゃうよ。で、触って止めてる時にカチャカチャってです。これもカッティングという風に呼んでますね。止めてカチャカチャ、この辺の一連のことをまあ触ってカチャカチャ言いますみたいなイメージでカッティングと言ってるんですけど、このリズムがね、結構メインで、ちょっとやってみようと思いました。ちょっとね、演奏してみましょう。ひとまずはね、最初のイライラおかわいらちょっとやってみましょうね。ワン、ツー、スリー、フォー。イライラおかわいら、前にお花、ようこそ男たち。こんな感じ。ダンスかダッツタッタスタッタンダッツカスカス。これカタカナで書くとこんな感じ。タンタタッカカッカカッカッカッ、タンタタッカカッカカッカ。このカカッカカのところがカッティングなんですよ。もう一回 C を押さえて、タンタタッカカッカチャカッ、タンタタッカカッカチャカチャ。こんな感じ。チャがね、このカッティングの中でもダンタタッ、ちょっと入れられるといいと思います。ちょっと C で練習してみましょう。左手はね、押さえる場所どこでもいいです。ここでもいいし、ここでもいいし、こういうリズムでいきたいんですね。これがかっこいいでしょ。前半のところ、1番の途中までこのリズム。で、途中のアローハトキワラ、ここから普通の前回の16ビートのチャっていう風に、ちょっとこう2つでね、こう入れ替わり立ち替わりやってみようと思います。このね、このちっちゃいこの空間のところ、カッティングの空間のところがすごくグルービーな感じを生み出すんですよね。ちょっと、サビのところで練習してみようと思うんですけど、今日ね、で、ちょっとサビのところで一応ちょっとこれワンブロック4つ入ってくるところとかを説明します。もう一回いくよ。せーの。イライラ、おかまいら、のまりひんを MC。男たち、もう早くお前。今のダンスがダンスだ。これシンコペーションのちょっと連続なんですけど、ローハイコモマイ、ローハイコモマイ、ローハイコモマイ。ここでリズムがシンコペーションというリズムが今前に食い込んでるでしょ。こんな風な決めフレーズみたいなのを入れていきます。ここの矢印マーク、これシンコペーションといってね、リズムが前にズコンと食い込んでくるぞということです。それをちょっとね、表記しておきます。もう一回、アローハイコモマイとかやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、アローハイコモマイ、アローハイコモマイ。こんな感じですね。デフ、G7、C、ダ、こんな感じです。最初からいきます。最初の方の C、C、F、C は結構簡単だと思うね。はい。せーの。イライラ、おかわいら、のまりにお花、ようこそ、いとこたち、ローハイコモマイ。はい。これが、このサビのとこの、コード回しです。あと、そしてこの最後、この曲の一番最後の、アロハエコモマイって3回連続になるところがあるんですけど、そこの一番最後は、アロハエコモマイ。シンコペーションで C でバシッと止める。ローハイコモマイ、バーイと、こうなっていくという。こういう風な仕上がりになっております。ここが結構難しいから、あとはね、結構シンプルで、A メロは、寂しくて落ち込んで、元気でずっとこのまんま。どんなに心細くても、埋めなくていい。お尻かまえて言える。ずっとこのままよ。きっと大丈夫。希望をさ、次ね、ちょっと変わる。最後のこの道は開けるところの C のところでタタ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 みたいな感じで、次から16ビートのチャだからアローハトゥバラって入っていく。これがいいと思います。じゃあ希望さえあればからちょっとやってみると、希望さえあれば道は開けるタタタタタ、アローハトゥバラ、こんな流れですね。はい。
あ、もう一つ決めがありました。サビに、A メロの、つまり一番最後の楽しく暮らそうのところで、ちょっと決めを入れますね。家族を作ろうからやってみましょうかね。家族を作ろう。楽しく暮らそう。はい、カッティングです。たったっただった。これカッティングさっき見て、よくこの左手見て。左手で浮かして音を止めてるんですよね。これができたら最高。これ G7 で音止めるカッティングちょっと難しいんですけど、ここはさっきのね、カッティングの濃厚解説レッスン動画何回も見てもらって、この G7 でバシッと止める方法。ちょっと自分なりにね、人それぞれ止め方がちょっとあるんでね、これが正解っていうのはないんで、自分なりのカッティングの秘訣を皆さん探し出してください。で、あとやっぱりね、さっきも言ったんですけど、このリズムを、ダンダダ、ここで、なんかこう、言葉で、このリズムをこう、繋いでいく、このカッティングと、その辺の感じがすごく面白いところでもあり、あとやっぱりこの、リロンドスティッチの世界観をやっぱりさ、頭で想像しながらも、ハワイですから、じゃあ大きい声で元気にやるのも結構ポイントだと思いますよ。リズムが乱れないように体をこうやって大きく動かして、楽しく歌う。これ、頭にちょっとね、残しておいてください。それではやってみましょう。リロ&スティッチの曲、アロハエコモマガズレリリューかっこいいバージョン、やってみる。ドゥグバババー。1,2,3,4 イライラ、かわいら、のまりお花のうこそいとこたち、ろうはいくうまい寂しくて落ち込んで元気でないとき、こんなに心細くてもう隠れなくていい、もし構えていればきっと大丈夫、希望さえあれば日は開ける、もうまいお花のお子さんいとこたち、もうまいこんばまかまか、イライラまいら、もうまいお花のお子さんいとこたち、もうまいこんばんうなんのてけばわば、果てしない空、愛が君を包んでる、まるでパラダイス、大きな翼を広げ飛び出せ、心の歌が聞こえてくる、アロハ、アロハ、お家を見つけよう、家族を作ろう、楽しく暮らそう、みんな一緒にイライラ、おかわいら、のまりお花ようこそ、いとこたち、ロハエコーバー、行けばばい、アイラ、ファイラ、ノーマイオハラ、ようこそ、いとこたち、ロハエコーバー、ロハエコーバー、行けばばい、ノーハエコーバー、バーイ、イェーイ、せーの。アロハイコモマイガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。いや、いいですね。この曲はですね、やたらとこう体がこう動いてきてね、もうガズもテンションが上がっちゃうからね、グルービーに行きたいですね。もう柔らかいリズムでぐんぐん言わせる感じ。もうスティッチがもうなんかギャーってなんかもう想像つくな、なんかもう。はい。そんな感じでね、やっぱ楽しいイメージでやる。大事だと思います。そしてお知らせなんですけど、ガズがプロデュースしているウクレレ、G ラボと生み出しているこのウクレレたちなんですけれども、ガズの初めてウクレレは、販売再開中になりました。で、あと、下にずらーっと書いてある、わがままウクレレ、薄レレ、セミオーダジ、ガズモデル、ガズモデルって今日使ったこのモデルですけど、この辺は予約注文が再開になっております。ぜひ皆さんチェックしてもらいたいです。ガズのウクレレたち、めちゃくちゃいいウクレレですよ。はい。リンクはここに貼っとくんで、ぜひよろしくお願いします。ガズレレではですね、もういろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。